ははい、はい、最近のメカ部の話題ですうわ何や探れてるのよ一般販売のスコープドッグを買えなかったのにゃあはいはいそれでワンダイに対する微妙な思いが積み上がっているのねワンプレでやるならばもう受注生産にしてくれよとか一般販売でショップに回すならもっと高ショップとインインにならぬのかとかまあメーカーにはメーカーの事情があるから考えるだけ無駄よぐぬ,ぬぬぬぬ、ぬ。っ ブラマックス24分の1ダイビングビートルというわけでバンダイのことは忘れてプラマックスよ情報の初出は8月頃なのだけど今さら気づいたにゃなんと24分の1でダイビングビートルが登場よクメ編での主人公舞台の登場機ボトムズで最もファンを持つ男小物すぎる中間管理職しかし AT 乗りとしてはそこそこの出前かつ 高いサバイバビリティカッカー勧誘でありますみんな大好き武者ここに人間のクズ勧誘隊員のジョキを。味わい深いキャラなのでファンは多いのだけど子供っけが良いと言い難く当時ダイビングビートルのキットを買ったキッズはフィギュアを見てこいつかと思ったというわそうは言ってもキデイラとかポルポタリアをつけても仕方ないにゃ子供はルッキズムバリバリだからポタリアなら喜ばれたかもしれないちなみに ベ部ブから出てる35分の1の PS 版もパイロットは勧誘隊員ねこれはもう年寄りした買わないから大人気ねいい方いい方さてクラマックス版だけどついてくるフィギュアは何かわからないわここまでの語りの意味は統計はちょっと手足が長いスタイリッシュなアレンジねバックパックにブレードアンテナがあるわねあスタイリングに文句ありそうねこういうのは出てくれるだけでありがたいわよちなみに設定画がこれ 部の35分の分番がこれ。個人的に大好きな宝935分の1キットはこういうシルエットねあらこれはごついわねこの辺が絶妙なのよね設定画と似てるんだか似てないんだかわからない感じね24分の1のスコープドッグがアニメの設定画は実物のでフォルメと位置づけし実物があったらこうだとモデリングしたようにこの935分の1ダイビングビットルはそういう心意気を感じるスタイリングなのよ顔が間抜けなので ここはレンズの作り直しをしたけど A 部の24分の1はかなり設定がに近い上に宝シルエットも思わせるぶっとさでグッとくるわこれは部長好きそうねほぼ私の理想に近いダイビングビートルだと思うわそれは良かったわね高くて買えなかったわまあガレージキットだしねそしていくら何でもガレージキットより高いことはないだろうインジェクションキットの登場なので期待だよ好きなシルエットより細いけどそれはいいの模型は 写真やキャド画像より実物の方が数倍ありがたみあるしね、むしろ楽しみだわ。母、はあ。プラならば気に入らなければ、レザー層で切り張りも難しくないしね。そういうものなのね、いつ出るのまだ、値段も発売時期もわからないわ。そうなんだ。こんな時にこそ使うべき言葉があるわ。せーの。今からお金をくめんね,んめんねん不安要素は、この兵士の気合い入りすぎてることぐらいよ。そっとしておいて差し上げて。 聖戦士ダンバイン第8は再びラースワウ思うんだけどなに<何>ラースワウってかっこいいけどわかりにくいワよねそうねうーんドレイクジョーとかだと覚えやすいのだけど無茶よなそれはさておき再びラースワウ再びっていうからいつふりかと思えば思えばせんぶりよ毎週来てるな前回は2んがリムルボースをしてたのだけど今回はショウが ににムカついてシルキーを出ししようとうくわマーベルにちょっと気のあるショーとしてはマーベルがほなボンボンに惚れてて協力してるのは気に食わないのよねまた今回マーベルがいい女感マシマシで作画がされてるにゃそんなことよりめかしいんだけど今回はトップとガラリアが出撃するときこういう感じで乗り込むわドラムロとバランがドッキングしているからコクピット位置が縦に並んでて高さがあるのよそれを縦パンで見せるわ2見栄えが良いわねバンク使わないのね やはりメカロボの実在感ってメンテナンスと乗り込みだと思うのよね。ガンダムのハンガーがガンダムを埋めらしめたように、ロボジョックスの監督もガンダムのメンテナンスイラストを見て、これだと思ったというわ。前からちょくちょく部長が触れてるけど、ダンバインはありと乗り込みに気を使ってるわよね。このあたりはさすがだなと思うわ。メカがそこにあるという実在感には重要よね。ドラグナーにはちょっと見習ってほしいわ。わわわわざわわわわわなわ 今回は戦闘は割とガチャガチャしていて、これは、という見せ場は少ないわ。前回、新型オーラバトラーのビランディを出したけど、今回はビランディは前線に向かってテラスワウにはドラムロードバランのみ、こういう、ビランディと対決しません。という透かし方はいいなと思うけど、やはり雑なバトルなので、なんかわちゃわちゃして、痛み分けて体感あるわね。毎回決め手にかけるトットとガラリアの、アーコの人たち役立たずだ感、は、だいぶ高まっちゃったわね。 ガラリアの役立たず感は愛おしいにゃそんな感じでバラとドラムロダンバインとフォというオーラバトラーとウィングキャリバーの敵味方の対比のバトルをしつつまたニーがリムロを助けに行って失敗またかショーもシルキー奪還失敗あ何やかんやドタバタあって特に話は進まずの回なのねカなのよこの辺の同じことばかりやってる感は何にね時代的なものなので仕方がないけどビデオデッキの普及もそこそこ全は必ず見るわけでもない 同じような話を毎回やるのは仕方がないのにゃタイムボカンシリーズならありでもリアルロボットモードだと辛いわね今みたいな力にクーる体勢じゃないから練った話を展開できる状況じゃなくてにもかかわらず凝ってるのでしわ寄せよねなるほど今回はキャラの掘り下げ回としてはわかるのよでもショーもニンもマンベルもトットもガラリアもいつも通りじゃないそうね結果的に今回はルーザの苛烈さのエピソードなのよね娘を人質にとって ショーーに退却を迫るルーザこれをキッズに見せてどうするんだ見たキッズはヴィランディを買ったのよ。ほんまないな。装甲機兵ボトムズ37はトリコうだうだしてるうちにバララント軍に追い詰められるキリコ、フィアナ、オドボケ3人組。えらく雑な説明ね。1>, 1話で済むような話を23話ずつ使ってる感じだからね。元気玉を貯める空を見守る気持ちよ。そこまではひどくないにゃ。今回は キリコはファッティーを修理というか複数機体の動くパーツ寄せ集めて1個作るファッティーの腕を担いで歩いてるわねファッティーは8.8トンスコップドックは6.3トンだから大型機ね腕がそのうち何キロあるか知らないけどこれ結構腰にくる重さだと思うにゃさすがの生まれながらの PS ねこういうメカが身近であるという描写が繰り返されるのはボトムズという世界をそれっぽくするけど重さは割と気になるわウド編でもやってたけどまあ モテるぐらいの重さかもしれないしね。無造作にポイっとかやるので、腰に来そうだけど。微妙にモヤモヤする。今回はファッティ独特の固着姿勢が見れるわ。あ、体育座り方向なのね。この辺、軍が違っと何かしら違う、というのは面白いわいよね。直線主体のスコープドッグと違って局面主体だし。一目でわかる敵味方、ってやつね。今回はキリコもファッティに乗るのだけどね。重心バランス考えると、なかなか、浮き上がれなさそうな固着だけど、 動画で見せられるとなんとなく納得しちゃうわ絵が動くって説得力よねオーボー単色のファッティがこの固着姿勢レールだけで疲らんだのもかなり味わいがあるわデザインポイントなのねちなみに公式に書いてあるファッティの説明はこんな感じバララント軍正式採用の AT AT 開発で遅れを取っていたバララント軍がスコープドッグを捕獲して研究開発したもの宇宙船使用に特化しているため 汎用性ではギルガメス軍 AT に劣る部分が多いスコープドッグなどとは異なり脚部の推進装置はホバーとなっているあれさっきローラーダッシュしてなかったしてたわまお、あ、おらかな時代なのよでもやっぱりこういうのは小さなリアリティの積み重ねなのでカッティはホバーアイドルが徹底されてたらと思うわでもねボトムズはとんでもなく本編は緩いのよ今回は酸素マスク外して 合って顔真っ赤というギャグを擦ってたしこの大型ハードブレッドガンを食らってバニラの髪型が乱れるというボケをかましたわなんというかリアリティレベルが設定の細かさに対してグダグダねウドクメンサンサと行く先々にオドボケ3人組が現れる時点で世界狭いし位置関係の無茶に関してはクエントでとんでもない距離移動をやるのでもう諦めるしかない感じねまあそういうものねボトムズはそういう許さゆえに 受け手が、モデラーが、自分なりに楽しむ余地が大きいという利点もあるわ。ファッティのローラーダッシュも、このファッティはそういう特別仕様かもとか、勝手に考えて楽しめばいいのよ。なかなかに難儀な。もしくはホバーの音が、ローラーダッシュ音と同じ。強引きはまる。さあ、そのアンビバレッツを噛み締めながら、ボトムズのデッセイも終盤よ。キリコを追い回していた、ギルガメスの将校ロッチナがバララントの指揮官として現れる。キリコは囚われ、仲間の安全と引き換えに、 意図しろを迎え撃つ。やっと舞台に役者が揃ってきたわ。どっちながとうとうワイズマンを匂わせる発言をするしね。お話が4分の3まで来て、やっとお話のシルエットが見えてきたにゃ。これって多分考えてなかった。コスモ貴族主義クイズ。このマイコスモ星丸クイズをやったじゃない。星丸クイズになってる。あれのサムネイルでさほら何この指クイズネームの傑作クイズ名探偵名をアンダジオよ。知らんがな。 ええー、ゆうゆのクイズで言語にするかクイズ名探偵ネオジオにするかクイズナイロドリームス虹色調の奇跡にするかいやアーケードゲームとかわからないから悩んで悩んで一番インパクトのありそうなネオジオにしたのだけどだけど誰も気づかなかったわそりゃわからないでしょうよそんなわけでメカ部では日々メカにまつわるあれこれを追い回してゆきます 星丸はメカじゃないと思うけどせーの私星丸あなたは友達マジでわからぬロボット関係の動画をほじくってたら筑波博のロボット関連動画い杯でそれではまったのねメカ部では部員募集中チャンネル登録拡散ありがとうございますコメント拡散大感謝目指せメカ部員1億2000万人よかったら他の動画も見てってね